あ、すいません、乗りまーす。あ、すいません、お願いします。マジか、マジか、一人か、一人か、あ、一人か。きついな、さすがに。マジか。いや、タクシーに一人か、きついな。いや、運転手さん、僕一人になっちゃいました。二人だったんですよ、本当は。すごいタクシー好きで、本当二人してすごい楽しみにしてたんですけど、なんか乗るの失敗しちゃったみたいで、ちょっとあんまり乗り方とかちょっと予習とかちょっとしてなくて、あんまり見たこともなかったんで、ちょっとなんか失敗しちゃったみたいで、なんか話しますか僕と。いやー、楽しみにしてたんだけどな。結構ね、本当にタクシークイズとか二人で出してて、うん、出し合ったり結構してたんですよ。本当に今日楽しみにしてて、二人でタクシーに乗ることが、それがちょっと叶わなかったんで、結構ね、悲しいですね。もうなんかどっかなんか遠くに連れてってください、この気持ちを。ちょっと慰めてください、どこか遠くへ。このまま眠らない街ですね、ほんとね、眠らない街っていうか、眠らせてもらえない街ですけどね。なんか僕たちが眠らせてないだけで、ほんとは眠りたいですよね、きっとね、この街はね、なんか眠ら細胞が、なんか僕の例えば細胞がすごいなんかうるさ、夜中とかすごい騒いでるくせに、眠らない人間僕のとか言われたらなんか腹立ちますもん。なんか眠らせてくれないだけじゃんって思うけどな。眠りたいよって。だからやめましょう、眠らない街東京とかいうのは。僕たちが眠らせてあげてないだけなんで。眠る街なんとかとか言わないでしょ、そのすごい田舎のこと。眠る町まるまるみたいなね、聞いたことないでしょ、東京だけね。不眠症っすよ、町全体がね。眠らせてあげましょう。右ハンドルなんすね、やっぱり。あ、ちょっとすいません。もしもし。あ。もしもし。もしもし。もしもし。すいません。あ、はい。あ、川北くん。すいません、タクシー。はい。あ、乗れてる？すいません、タクシー。うん。いや、ちょっと乗れなくて。あ、うん。あ、乗れなくてさ。あ、乗れなかった。すいません、タメ口になって、すいません。あ、全然全然。食べ口は乗れな乗ってた、
あ、ですか。乗れなくてさ。うん。あ、すいません、タメ口になっちゃった。あ、全然全然。あれですか。うん。ちょっと気が大きくなっちゃって。いや、全然わかるよ。え、乗れてる？外に。いや、乗れてないんですよ。あ、本当？はい。やっぱり。すいません、人。うん。野さん。うん。野さん、一人で乗れてるってことですよね。え、乗れてます？え、俺乗れ、俺が乗れてない？え、あれ乗れてないですか。あ、俺が乗れてないのかも。あ、俺が乗れてるんですか。あ、え、乗れてる？乗れてない。俺が乗れてて、うん、ノーさんが乗れてないってことか。あ、そうかもしれない。なんか不安になってきた。俺が乗れてないかも。ちょっと確認してみますね。うん。タクシーの外に乗れてないかも、俺が。あー、外っぽいっすね。外に乗れてる？はい、外に乗れてます。あ、ほんと、俺え、外に、タクシーに出ちゃったってことですか？うん、俺外に乗れてないわ。タクシーの中に、出ちゃったってことですよね。うん、俺タクシーの中に出ちゃったわ。どうします？それ、どうしよう。じゃあ、ごめん。一緒にでも行動していかないと。うん、ごめんごめん。なんかどうしようか。俺が乗ろうか、外に。じゃあ、いや、でも俺が、うん、俺がその中に出た方が早いんで。うん、なるほどね。はい。え、どこら辺にいるの今。今どこだこれ。なんか搬入口。あ、人の搬入通り。搬入通り。はい、搬入通り。じゃあに行ってもらった。搬入通りです。はい、た方がいい。搬入口がもうすごいいっぱいあります。すごい音なんか聞こえるね。はい、搬入してるんでしょうね。なんか生き物の音がすごい聞こえるわ。はい、すいません。じゃあ能さんちょっと一人で、うん、うん、到着になっちゃうかもしれないですけど。でも俺がでも乗れてないから。あ、乗れてないですか。そっちでやってるってことでしょうね。なんかいろいろ、まあ搬入はやってますけど。うん、はい、搬入がね。じゃあ行くわ、そっち。いや、いいっすよ、いいっすよ。あ、来てくれる。はい。あ、じゃあタクシーの、中に出ちゃってるってことですよね。でも今は止まってるからタクシーじゃない。はい、すいません、なんかタクシーの音がうるさくて。ちょっと、あ、ごめん、動き出したから今タクシーになったわ。あ、ですか。うん、タクシーの中で、ちょっと今、うん、外に乗りそびれちゃったから。そうですよね。うん、ごめんごめん。寒くないですか。あ、大丈夫大丈夫。外は？うん、大丈夫大丈夫。大丈夫か。うん、中はどう？あったかいですね。あ、ほんと。はい。いやー、ごめんごめん、ミスったな。でも結構行っちゃってますよね。結構行っちゃってるかも。なんで待ってくれないんですか。いや、ごめんごめん、先乗っちゃったからさ。そうか、川北くんが外に。ああ、え、俺はもともとタクシーの中だよで生活してましたっけ。そうだよそうだよ。あ、そうか、タクシーの中で生まれて生活してて。そうそう。で、あ、そうか、外出ちゃったんだよ。外に乗っちゃったんだよ。ああ、そういうことか。うん。え、じゃあ能さんが乗りそびれたってことですよね。あ、そうそうそう。どう？外の世界は。狭いですね。あ、狭いんだ。はい。いいな。俺も出てみたかったよ。ゴミとかが捨ててありますよ。え？はい。見たことないよ。マジか。まあタクシーの中でずっと生活してたら、うん。俺らは、ね。そうなるでしょうね。俺らはね。そうなるだろうな。ちょっと。あ。やっぱ気が大きくなってる、ちょっと。
すいません、タメ口。外にいると。え、どんぐらいかかりそうですか？あと、あとちょっと。タクシー、タクシー内では。タクシー内時間では。いや、それすいません、あとちょっとと、うん、外がかかっちゃって、あ、ごめん。なんかその、ややこしくなってるんで。ごめんごめん。あとじゃあ少し。ああ、そうですね。うん。すいません、でもそれだと、うん、少しと、うん、スコッチがかかっちゃって。ああ。むずいな。じゃあ、あとスコッチ。ああ、そういうことですね。うん。あ、でも、あ。はい。もうすぐ搬入口かもしれない。あ、本当ですか？うん。え、じゃあ、俺、どうします？搬入口のとこで待ってた方がいいのか、搬入口の中に出といた方がいいのか。待って、むずいな。はい、難しい。うん、結構難しい。搬入口ごといける？いけます。あ、ちょっとすいません。ちょっとあの、うん、運転手さんに聞いてみますね。あ、うん。外の運転手さんに？はい。あ、聞いといて、外の運転手に。じゃあ、はい、すいません、これ搬入口ごと行けますか。あ、なんか怒鳴られましたね。え、外の運転手に。はい。外を運転してる人に。そうです。すいません。まあ、そんな元気出してよ。え、じゃあそのタクシー分の支払いはどうします？外の支払いはどうする？外は、俺が払いますよ。外すごい金かかるから。はい。早くの。え、でもそんな。早く戻ってきた方がいいかも。そんな2000円ぐらいなんで。あ、ほんと。はい。外のメーターすごい上がってるでしょ。上がってますね。大変だな、それ。あー、今の右だったわ。右だった。今の右。ちょっとなんか、早く遠回りされてますわ。ちょっと外の運転手に。早く、寒いよ。すいません、それ言ったらいいんじゃないですか。え、何に？その、運転手さんに。いやいやいや、タクシーでしょ、だってそっち。タクシーだからダメでしょ。いや、言えばだからこそ。だから、いやいやいや、エアコンなんか調節してもらえるだろう。いやいや、そっちもらえるっしょ、外の。いや、あの、もらえるっしょって、あの、タメ口になっちゃってるから。あ、ごめんごめん、ちょっと気が小さくなりすぎたわ。あ、気をつけろよ。あ、ごめんごめん。うん、小さくなりすぎてこう大きくなったわ、やっぱ。うん。あ、通り過ぎちゃったわ、搬入口。あ、今のか。ごめんごめん。今見えましたよ。あ、本当。さんが乗ってんのは。はい。マジか。見えました。あー、そっち行っちゃったか。またちょっとしばらくかかるかもしれない。はい。うん、じゃあちょっとあの。今あのサーヤの隣にいます。え、嘘。じゃあ俺もじゃあ、はい、外乗るわ。はい。うん。ちょっと外乗るね。はい。サーヤが目印で、はい、うん、はい。
すいません、箱根の方まで向かっていただいてもいいですか。ごめんなさい、現金いっぱいあるんでお願いします。します。さあ、いくらかかるんでしょうか。いくらかかるんだろう。 YouTube 回すか、これ。回しましょう。いやらしい。いやらしいな。タクシー乗れるようになったの嬉しくないですか。いや、めっちゃ嬉しい。俺一生乗らないと思ってたから。わかる。タクシー乗らなかったな、全然。だからもうすごい、ちょっとした距離でも今乗りたいって思っちゃう。乗りたい。積極的に乗りたい。タクシー、そうね。これやっぱタクシー広告のあるあるとか喋、はい、っててもやっぱあんま通じないもん、お客さんとか。そうですね。うん、確かに私もそうだったわって思うんだよね。エルステップの歌歌ってもやっぱピンときてなくて、みんな。わかるわけない。タクシーはありがたいなと思うな。だから俺、片道3000円とかの、うん、あの深夜バス、うん、で大阪にライブギャラ1万でしに行ったりしてたんですよ。往復6000なんで取り分4000みたいな。え、それ含まれないのか。で、そうっすね。うわ、それよくないよな。まあでも最初なんで。でもさ、なんかそれでやっぱさ、はい、こっちはやっぱやりがい搾取されるじゃん。まあまあまあ。いいこと。私はやっぱ飛びついてたし、そういうの、うんうんうん、なんか2000円でとかって言われても、いや、お願いしますとかって言ってたけど、誰かが一回怒った方がいいよな、あれの。なめんなよっていう人がやっぱ一人いないとずっとやるよな。確かに。そっか、じゃあほんと4000円ぐらいでも全然やってたっすね、最初は。そうか、2020年までは東京でも5000円とかだったっすね、うん、ギャラ。ギャラ、はい。へえ。芸人じゃん。いや、そうっすよ。めっちゃあったけど、うちらも2000円3000円取っ払いでもらうみたいな。めちゃくちゃありがたかったしな。ありがたかった、ありが、あり、イエイエイって言ったよ、今。え、言葉詰まったらラッパーってイエって言えばいい。あ、まあ、繋ぐんで。あ、じゃあ次のなんか来るんだろうなみたいな思わせたら勝ちなんで、すいません、出ちゃいました。イエって言ったけど今普通に。いや、その時代もあるのか。めっちゃいいな。へー。でも今はもうタクシーも乗れて、もうガン乗り。ガン乗りもガン乗り。電車乗ってた。乗ってました。やっぱさ、その普通に会社員だったから、はい、やっぱ朝夜の通勤ラッシュ、うんうん、もうめちゃくちゃしんどかったもんな。いや、そうっすよね。俺原宿で働いてたんで、うん、家横浜だったから。そっか。1時間ぐらい毎日乗って。うわー、横浜きついな。そうっすね。何線？東横す。東横線か。そうか、渋谷まで行ってって感じ。そうそうそう。あー、私も八王子からずっと通ってたの、赤坂まで。で、金ないから渋谷から原宿まで歩いて。うわー、いいですね、その泥臭さも。やってたな。なんかあの八王子まで帰るとき絶対その高尾行き乗らなきゃいけないから、はいはい、で大体酔っ払ってるから乗り過ごしてだいぶ遠いとこまで行って、はい、高尾山でいつも気づくみたいなのやってたな、はい、寒暖差で目覚めるみたいな。俺も清瀬とかよく行ってたな。清瀬ってどこ。あの東横って、うん、港未来の方まで行ったら、うんうん、なんか帰ってきて埼玉に行くんですよ。え、最悪じゃん。最悪っすよ。だからその清瀬で起こされて、うん、泥みたいになって起こされて、そっからまた3時間2時間ぐらいかけてまた帰るんだ。帰んなきゃいけないから。うわ、ほぼ毎日やってたっすね、それ。いや、そうなるよね、ヘトヘトになって乗って。いや、電車抜けたのはありがたいな。そうっす。え、今も乗んないっすか。いや、もうなんかその方が早い時は乗るけど、はいはいはい、うん、乗りたくて乗っちゃってるな、タクシー。乗りたい、あるっすよね、ちょっと。うん、ある。なんかやっぱ止めてるのかっこいいと思っちゃうし、ゴータクシー使ってる感じとかかっ
っこいいと思っちゃうし買い物終わった瞬間に出たら前いるみたいな。そうそうそう、会計の時にちょっと呼んで給料日の時とかわざとアルファードのやつ予約してスペシャルスペシャルゴータクシーのあのプレミアムのやつで、はいはいはい、絶対アルファード来るみたいなやつやっちゃうな。普通にテンション上がるしで車の運転めっちゃ下手だから私、はいはい、免許持ってるんだけど、はい、本当に18で取って10年ぐらい乗らなくてペーパーなんだけど、はい、一回なんか車の案件来て、ほう、なんかすごいおしゃれな雑誌の見開きでそのタイアップですみたいな車、はいはいはい、でなんか運転してるところを写真撮らせてくださいみたいな言われてて、はい、で事前に言っててもう死ぬほど下手ですみたいな、はい、言ったらあもう全然大丈夫ですよって言われて、当日入ったらちょっと山道運転してるとこ撮っていいですかみたいな、はい、でやばってなっていや本当下手ですよ、いや全然大丈夫なんでとかって言われて乗ってたらタイヤパンクしてえ下手とか関係あるんですかそれ。逆に技術いるそうですね橋のところでなんか山の中の、はいはい、対向車線来た瞬間パニックになっちゃって左に切りすぎて玉手箱みたいに白い粉ブワーって上がって何が起きたってなったらタイヤなくなってたんだよ前輪。聞いたことないなもうそっからもう乗るぐらいだったらタクシーにしようみたいな感じになっちゃったな。いやだな、乗ってるもんな。ね、もうそのために頑張るみたいなのもね。まあそうですね、タクシーに乗れるっていう満員電車がもうトラウマになりすぎたな。一番感動したのは俺グリーン車かもしれないです、新幹線、うん、その芸人さんとかも言うじゃないですか。めちゃくちゃ言うよ、それを前段にあるから。うんうん、あ芸人がよく言ってるって。そうそうそう兵道さんとか俺見てたんで滑らないでねよく言うしねこれがグリーン車だみたいな。確かにグリーンね。あと東北の方行くときにグリーンとあとグランクラスみたいなあるじゃん、はい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 、ちょっとグリーンでいいけどグランにしてみようっていう時あるもんなグラン乗ったことあるんですか。うん、この間初めて乗って、グランって本当に横に3席しかないから1人席と2人席だけなのよ、はいはいはい、ですごいゆったりスペースで何席かしかなくて、はい、でも2人席の方乗っちゃったから隣めっちゃおじさん乗ってきて意味なかったもん自由席でよかったなっていう時もあったな。いやだから一回そのこう政治的な発言になったらよくないけど、はい、なんか小池百合子さんが都知事になって、はい、その時の公約が満員電車なくしますって言ってて、ほう2階建ての電車作りますって言ってたらかなってないからやっぱあ本当無理なんだなと思って。むずいだろうな、満員電車ってなくなんないんだなって思ったな一向に作られなかったからダメなんだって思ったな。次こそ誰か作ってほしいな都知事あんま盛り込んでるやついないんじゃないですかそんなこと2階建て作りますって。そうですね、ハトバスみたいな電車うわ話し切ったな。ないな早く温泉入りたいな畳だしな。そうですね、うん、本当に不倫旅行って箱根ですんのかな確かにもっとクローズドな場所でやったらいいのに確かに目立つもんな箱根って。そうそう、なんで選ばれ続けてるんだろう箱根。なんでだろう。え、休みある今。いや全然あるっすよ。休みはでもゲーム、ゲームもだし、まあ、制作もするっすけど、うんうん、ゲームか制作かっすね。ライブがない日は制作か。そうっすね。ゲームは FPS って言うんでしたっけFPS って言うっすけど、うん、FPS はあんまやってない。あ、そうなんだ。グラセフとか。グラセフギリギリわかる。ずっとやってるっすね。グラセフゲーム全体的にうまくないけど、はい、お笑いサークルの時部室でやってたわグラセフ、はいはい、
先輩にチートだけ教えてもらってすぐに上空から降りてた、はいはいはい、スカイフォール。スカイフォールっていうの、はい、え、グラセフか。グラセフもやるし、でも最近単発系ちょいちょいやってるっすね。何単発系って。なんか1時間とか2時間で終わるゲームがあって、うん、400円とかで買えるやつ。え、それパソコンの。そうっす。最近だとあの8番出口とかめっちゃバズってないですか。あの辺とかやってたっす。あれ単発系って言うんだ。そうっす、ね、バイトみてに単発系なんだあれ。うん、それで言ったら最近8番出口の続編、うん、で8番乗り場っていうのがあって、その RTA っつって、うん、いかに早く攻略するかみたいな、はいはい、ので俺世界3位だったっす、ね、すごっ。そうそうそうえ、それさ、オリコンニュースとか出た方がよくない？いやいや、そんな大したことはない世界3位世界3位、RTA チートなしで、チート使ってる人もいますけど。え、すごくない？そうそう、得意なんだ。とかをひたすらやってるっすね。 e スポーツ系にはいかない？そっち系はあんま得意じゃなくて、なんかそういうなんか安っぽいゲームの永遠繰り返さなきゃいけないやつとかが好きっす。はぁ、地道系。八番出口、そうなんだ。でもゲームやるっすよね、なんかあのバイトみたいな、うん、そう、私はほんとバイトみたいなやつしかやらないから。カイロゲームスの。カイロゲームスエジプトワンオペで職場回すゲームしかやらない、はいはい、プール作ったりハンバーガーショップを経営したりとかしかやんないな、はい、あとなんか飛行機の中で食事運ぶだけのクレーム減らすっていうゲームしかやってない。バイトじゃないですか。マジでバイト。なんか脳が死ぬじゃん、あれやってる時って、はいはいはい、意味ない時間じゃん。なんかあれが心地よくて、はい、強制的になんかストップしないとずっと考え事してるから、はい、ワンオペバイトばっかやっちゃうんだよ。でも最近28にして初めてぷよぷよやったわ。おお。ぷよぷよだ。スイカゲームとかは。スイカゲームもやった、この間。3000いったっすか。いったいった。おお、強っ。いけた。ああいう単純作業しかできない。はいはい。自分もそっち系っすね。そうなんだ。好きな。意外。みんな銃で撃つもんだと思ってた。エーペックス。エーペックスもちょっとやってたっすね。なぜかずっとスーパーファミコンが家にあって、はいはい、世代じゃないんだけど、はい、いとこのお兄ちゃんがくれて、それのボンバーマン。ボンバーマン1から4までずっとやって。へえ。ドンキーコング、ボンバーマン、あと悠々白書。あ、じゃあ一応ゲームはめっちゃやってきたんですね。うん、でもめっちゃアナログのね、はいはいはい、やつしか。プレステはクラッシュバンディクしかやってない全部カクカクしてる。はず。全部カクカクしてる。全部カクカクしてる動きが。あ、そうなんだ。まだ滑らかじゃない時代のゲームなんだ。かもしれないです。ばっかやってたな。クラッシュとボンバーマンと。いいよなゲーム。あ、てかそう、スピってるじゃないですか。うん。だスピ界でその。うん。結構 GTA に例えられる話があって、まあ、GTA っていうかあのオープンワールド、うん、自分がいる場所から近いとこは人とか車とかいっぱいあるけど、はい、遠くに行ったらまだないみたいな、はい、近寄ったらと思った、はいはいはい、顔もう履修済みの顔してた今、はいはい、あるね。それこの間ちょうど酔っ払った時に話したわ、友達と。いや俺あれその説熱いなと思ってて、うん、なんかコンピューターの中で、うんうんうん、俺らが操られてるじゃないけど、操られてるしね、うんうん、いやその説だったら俺熱いなと思ってスピに関してはなんか本当にその話グッときたんだよな最近。いやあれ暗いっすよね。なんかね、あのオンになった時だけ見えてる世界みたいなね。そうそうそう。あれスリット実験とか知ってます？はい、二重スリット実験量子力学、熱いです、はいはいはい、熱いっすよねあれ。あれすごくない？なんでさ、そのスピってる側が今虐げられてるのか分かんないぐらい結果として出てるじゃん、はいはいはい、え、なんでみんなスピんないの？いやそうですよね。でも自分結構選んだスピらないっていう
なんか一回こう、なんつったかな、うん、こうなってる時に、うん、扉が見えて、え？で、これ到達してるじゃん、これ行ったら、うん、スピれますというか、ほう、で、行かなかったら、うん、今のままですみたいな、うん、があって、うん、で、多分それ、その扉ってなんか信用というか、もうこれを信じるって決めたら、うん、それがこうマシになっていくというか、その方向で整理進んでるんですけど人生が、え、私よりスピってるいや、それを見て、うん、あ、これ俺いつでもスピれるわって思ったんですよ。はあ。だから後でいいなっていう、一旦この現実というか、うんうんうん、目の前のことを楽しんでからスピろうと思って一旦扉閉じたんですよ。なるほどね、今行かなくてもいいや、そうそうそう、いつでも行けるしっていうね、はい、あ、でもめちゃくちゃわかる。さあ、私も今ちょっとふざけながらスピの話をするようにしてて、絶対に、はいはい、やっぱそのカルト宗教の事件が多すぎて、スピに多分日本人がまずめちゃくちゃ敏感じゃん。そうですね、はい、だからここでこう真剣な目ですごいさ語っても、はい、きしょいなと思って半分にしてるけど、120% ぐらいスピだから、その自分の軸がでもわかる。なんか占いとか一時期めちゃくちゃ好きだったけど、はい、逆にスピりすぎて占いを信じなくなったのね最近あ、はいはいはい、統計学とか、はい、ああいうのってなんかその逆に占い師って、はい、あのこの先こうなりますよとかって言われるけど、うん、いや、お前と会って、うん、いい方向に行くってとこまで占えてないじゃんって気づいて、確かに確かに、占い師のその人と出会っていい方向に舵切るっていうのまで占えてたら分かるんだけど、うんうん、確かに、このまま行ったらこうですよとか言われたら、あ、ちょっと違うなってなって占いが今排除されて、はい、で、今その本当に量子力学になったのね大丈夫ですかね、運転手さん、これやっぱスピってるやつやっぱ多いんで、どうしても、まあ本当にそれ軸の人もいるしね、そうですね、行き着くのかな。でもさ、それこそ、まあ、お薬によって手助けされて、はい、見る人が多いじゃん、そうですね、正解を知ってしまったみたいな、はいはい、人がいるもんね、いるっすね。でもやっぱスピるなら自覚大事だと思いますよ、そのスピっていますっていう、この地面との接着じゃないけど、うんうん、飛びすぎないように自分はスピってるんだっていうのを思ってスピってるやつが好きです。それ普通に心霊体験とかある？心霊はちょいちょいあるっすね。うわー、いいなそれでスピン内を選択できるんだ。まあいつでもスピれるんでスピりたかったら。怖い、全然怖い話。いや、でもなんか説明しづらい系なんですよね。別にちゃんと見えてるわけとかでもなくて、うん、影でふわっとみたいな、でもこっちは人として認識してるみたいな。普通に見れたんだ。そうっすね。いいなぁ、見て。見るがまだないんだよな。マジですか？うん、実体験だけある。そのあるんだ。なんか本校あの一番最後にやる話の感動系の心霊しかない。いいじゃないですか。熱っ。飼ってる犬いて、はい、そのミニチュアダックスフンドずっと飼ってて、はい、実家で、はい、でその子が病気して腫瘍みたいなのできて、はい、もう最後もうヨタヨタしてて、はい、でもう歩けなくなって寝転がってたので、息苦しそうになってて、はい、でその時高校生とかで、はい、受験用になんかこう酸素ボンベというか、その息苦しくなった時用にっていうので、なんか塾の先生が酸素ボンベみたいなやつをくれてたの、はい、でそれを思い出して部屋取り行って、その犬に口にバーって当ててあげてて、はい、そしたらめっちゃ楽そうにしてて、うん、あ、よかったと思ってシューってずっと当ててて、はい、でその缶がなくなったのよ、はい、でやばいってなって、これで延命できてたから、はい、もう一缶ぐらい欲しいなってなって、お父さんが俺買ってくるわ今とかって言って、はい、席立った瞬間に家電が鳴ったのね。ほ、で家電にお母さんの携帯って出てたの、はい、でお母さんの携帯がリビング のテーブルの上に置いてあったのね、はい、おう、でもうお父さんもお母さんもあれみたいな、はい、で私もえあこれだよねみたいな、はい、なりながら、でも死にそうだから全然その怖いとかじゃなくて、はい、え違うよねとか言いながら、はい、
でそこで私がなんかピンときて、あお父さん今行かないでって言って戻ってきて亡くなったのよ犬が。はいはいはい。っていうのを3人で経験して、熱っ。でまあスピったんだけど。なるほど。見届けれたんですね。そう、3人で抱っこしたら死んだから、はいはい、であれテーブルの上にあるお母さんの携帯から着信来たなっていうのを1年後ぐらいにみんなで話して、はい、やっぱそうだよねあれみたいな、うんうん、みたいなのがあって、本校の3本目じゃん。3本目ですね。気持ちよく寝れる。気持ちよく寝れる。それがでかい。なんか恐怖体験とかではないけど、はいはい、うん、陰陽師の YouTube しか見てないからね私。直木マンションっす。あ、直木マンションいい。サブちゃんが熱いよね。熱い。部屋変わってからやっぱ編集もすごくなって、うん、わかる。なんかすごい凝り出してネットフリックスドキュメンタリーぐらいね。そうっすね。そうっすね。映像クオリティが格段に上がったよね直木マンか。あのしょぼさも良かったけどな初期のね。そうっすね。まあでもいいな、いつでもスピれるからスピらないっていいな。そうっすね。まだちょっと地に足つけれたいって。うんうん。これ箱根向かってます。全然新宿なんだよ。まだ新宿だな。電車で行きます。で駅そこなんで久々に乗ります。確かにもうタクシー秋田まであるし。そうっすね。じゃあその辺で。すいません電車乗ります。芸能人だけど電車乗ります。すいません降ろしてください。プロップス上がります。すいません、ありがとうございます。現金で。現金で。ちょっと外国の通貨でも大丈夫ですか。ちょっと現しかないんですけど。これでお願いします。お釣り大丈夫です。あとです。ありがとうございます。すいません止めちゃって。2人です。はい。そんな入り方しないか。どうなんでしょう。居酒屋みたい。居酒屋みたい。すいません、ちょっと目的地までお願いします。はい、お願いします。あのちっちゃい頃とかって何してました。下手くそだな。急にね。下手くそだな。ちっちゃい頃は、小さい頃は野球やってたんだけど、うん、少年野球4年間結構やってましたね。そうやっててもすげえ嫌いだったから。野球もともとなんで始めたんですか。前なんかねやってみたくて、うん、お父さんがね野球好きでやってみたくてさ始めたんだけど、うん、でも俺のお父さん本当にちょっとね結構ちょっと頭のファニーな方で。ファニーなんだ。マジでなんかあのすごい覚えてるエピソードがあるんだけど、はい、少年野球やってる時になんかその水曜日らへんに1日練習があって土日試合があったりとか練習があったりとかっていうやつなの、うんうんうん、でそれであの水曜の結構基本的にその地域のお父さん
たちのボランティアとかで成り立ってるわけよ、そういう少年野球チームって、で俺のお父さん暇で仕事してで家にずっとなんかそのフリーランス的な仕事だからずっと家にいるのに全然手伝いかなくて、お母さんにもいや行きなよみたいな、それなんか行かないみたいな、なんかなんかその地域のお父さんと多分関わりたくないね、なんか会いたくないかもとか、なんか行かないのよ、でだけど息子の試合見に行きたいじゃん、そうですね、そうだから土日だけ来んの、要するにほぼ知らない人でお父さん来て、なんかあのドンキみたいな ところでなんか農薬をね、あのこう空気圧でこうシュッて撒ける、なんかこう、まあ、水鉄砲みたいなもんでなんか、はい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 、背負って、なんかそのタンクを背負って、ほうその農薬をこうやって撒けるよっていう空気圧で、っていう機械を買って、そこに氷水をいっぱい入れて、真夏の暑い日にそこにそのいきなり来て、おじさんが来て、まあ、他の子からしたらね、そうそう、おじさんが来て、それでなんかこうシャワーみたいなのをパーって巻いて子供たちにで、なんか冷たいみたいななるじゃん子供たち、でもさあれ誰ってなるじゃん、なる、怖いじゃん、しかもいきなりおじさんがさタンクさ背負ってさ、これパーって巻いてさ、確かに誰みたいな、あれ俺のお父さんなんか打ち水がそう機械で打ち水しに来て、あれ俺のお父さんみたい な, す ご, いな、すごいちょっとファニーな、ファニーだな感じの人、お母さんねすごい真面目なお母さんで、ね、あのそういう家系ですよ、で、まあ、仲いいんですか、仲はね、まあね、なんか変な感じ、なんかいいけど悪いみたいな、うん、まあ、もう本当正反対だからね、はい、俺のお父さんが結構ね、まああのなんていうかな、結構楽観的でふざけてる人で、うん、でお母さんはすげえ頑固なわけで、それでなんか定期的にこうさちょっとこう怒ったりとか、お母さんが、うん、でもうこんな以上と結婚しなきゃよかったとか言ったらお父さんが爆笑して人生の一番大事なとこをミスってる言っちゃうみたいなとかすごいあって、あでもファニーだな、うん、そう結構ねそういう変な人が多い家系で、うん、でも芸術家系では全くないんだけど、うんうん、誰もそんななくて、でお母さんにすごい高校の時に俺小中までなんか解禁じゃないけど、うん、全日程行ってんの俺学校に、うんうんうん、お母さんにマジで首根っこつかまれて行きなさいみたいな、あれってもう行かなくなったらダメ、もう続けなさいみたいな、うんうん、それの影響、そういうので少年野球も続けさせられたんだけど、で中学の時もその新之助は何も部活とか入んなかったらダラダラした生活になるから、うん、だからその部活入りなさいって言われてやりたくもなかったけど、うん、その少年野球、少年野球じゃない中学の野球ね、うん、野球部入ってでまあ2週間で辞めたんだけどなんかそういう感じでさ、で俺は高校中退っていう、うんうん、すごいもう親の教育を全てをこう逆へそうそう逆張りでここまで来ました、でそれでそういう感じでさ、まあ、生きてたんだけど、うん、なんかそのだからだからさ、うん、まあ音楽をさ始めるって時に、はい、まあ結構反対されたわけよ、うん、始めるって時っていうか音楽でまあ仕事をしていくっていうか音楽をやっていくから、うんうんうん、まあ、やっていくっていうかなんかね、もともとは俺音楽の専門学校に入ろうとしてて、あ、へー、そう、それでなんかその作家さん、うん、アイドルとかにこう楽曲提供する作家さんをになろうかなみたいな勉強して、あ、そうだったの、そう、ミュージシャンとかってやっぱりこう幼少期からピアノやってたりとか、うん、楽器やってたりとか、うんうん、そういう人しかもうなれないと思ってたから、あ、へー、そう、自分は音楽好きで、まあ、そこそこ才能あるなって自分でこうなんか勝手に気づいて、うん、曲作ってみて、うんうん、でそれでそういうのになろうで進学校行ってたから、うん、進学しても仕方ないなみたいなもはやそうだから学校も辞めちゃって、うん、みたいな、でそっからまあなんだけど、その時もねすげえお母さんもブチギレマジでブチギレマジでブチギレなんだ、でも俺は毎日昼まで寝てはい、もそもそ起きて、もうしんのすけはもう学校に行かないらしいみたいな家の中でもなって、うん、でも俺のねお父さんはもうよくやればみたいな、もうなんか適当なの、だから俺がなんか中学生の時にヒカキンに憧れて、うん、ビートボックスこうブッ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 やったのあ、いいな、で帰り道とかもずっとブツブツブツやってて、うん、でしてそ何やってんのみたいなお父さんに言われてでビートボックスみたいな、うん、でビートボックス何みたいな、いやこれビートボックスでこれ何百万再生されてるでしょみたいな、うんうん、これで大金持ちの人もいるからみたいなすごいからみたいな世界チャンピオンとかあるからみたいな、はいはいはい、
って言ったら、お父さんがお母さんに、しんのすけはビートボックスで食っていくからもう学校行かせなくていいってすごいな。そう、それはそれで思い切っちゃってるみたいな。で、何言ってんのみたいな、めっちゃ怒られてみたいな。もうあんた働きもしないで、そんなことばっか言っては子供に悪影響与えないでみたいなみたいな感じよ。そうか、うん。で、まあ高2で、あの学校の先輩、あ、なんかね、高2の文化祭みたいなのに一瞬出たの。うーん。で、出て、そのライブでですか？そう、なんか、そうそう、なんか部活とかなかったんだけど、うん、その有志みたいなのがあって、うん、それで出て、その時に誘ってくれた先輩がいて、その先輩が郊外でバンドやってるから見に来てっていうふうに言われて、行ったら、もうほとんどマイヒアイズバットのパクリのバンド。まあ、マイヒアは超、俺もマイヒア好きで、そう、みんな好きなんだよね、うん、まあ、周りの年代。でだけども本当にモルパクリみたいなバンドやってて、うん、でそれでなんかすごい MC ももう前部屋のさ、あ、ボーカルの方みたいな MC するわけよ、うん、でも俺はもう、え、こいつ明日また明日学校行くだけだよなって 朝学校何をそんなに熱弁、あー、なるほど。なんか結構内容もなんかもうなんかすごい、なんていうかな、もう本当になんていうかな、もう本当にそういう、なんだろう、アーティストの人が、まあ、プロだったら説得力あるけど、そうそうそう、大人になって言うような内容で、あ、まあ、憧れも含めて言ってた。高2やんけ、高3やんけ、うん、それで見ててさ、でもなんか結構人気だったの、うん、そのなんかこうみんないいよねみたいな、うん、で嘘でしょとか思ってた俺の方がかけっきゃだみたいな。いや、そうだから俺やったことなかったのその時音楽を、あ、だけどいや絶対いけるっしょみたいな、うんうん、いやなんか俺サチモスとか聴いてるしみたいな学校で誰も聞いてない、うん、もう本当にね、学校は音楽聞いてる人いなくて、うん、誰も友達いなくてその音楽聞いてるで、それで、いやでもサチモスとか聞いてるしなみたいな、はいはい、俺のセンスいいぞって、いや、そう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 、うん、みたいな、まあそんなことないですけど別にいやだけど、まあそうだからもう俺曲作ってやってみようかなと思って作ったら、もうやっぱりねみたいな、いいじゃねえかって、そう、ほら見ろっていう風に思いながら、でもお母さんにはうるさいとか言われながら本当にずっとずっとうるせえとか言われながら、うん、なんかやって、で来たのはいつぐらい、何歳ぐらい、それでね、あの、まあ、曲をね、そのまあ作、うん、高校2年生の時に作りながら、うん、なんかその向こうでなんかその音楽専門学校の主催のフリーで高校生が出れるよみたいなイベントとかよくあったの、まあ、でそれでまあそこの生徒さんが多分照明を練習したりとかするイベント、はい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 、でそういうのとかに出た時になんかそのソニーミュージックの人とかがすごい来てくれてて、うんうん、その部署があるの、その人とかすごい褒めてもらって、うん、あのソニーが、あのソニーがね、ほらな、ほらなみたいな、まあ、俺ソニーじゃないんですけどそうみたいな、感じとかもあって、まあそれで、まあお母さんに、まあとか言ってるし、まあやっぱ俺のソニーも言ってるし、まあ俺才能あるからさみたいな、うえみたいな、昼まで寝て、うん、はい、もうしんのすけはもう学校に行かないらしいですみたいな、しんのすけはおしまいですみたいな、そうそう、でそれでそっからあのね、学校辞めて、うん、でもその時もすごかったんだよ、その先生にすごい反対されて、うん、もう囲まれて、いやなんか、まあ、あと1年なんだからみたいな、行けよみたいな、来なさいみたいな言われて、うん、いやあと1年だからってなんだよとか俺思って、はいはいはい、1年、いやでも本当にこれ正しかったです、本当に、もうそこでやめといて、1年長いから、長い、人生変えれるから高校生の1年なんか特に長いですからね、いやそうで、それでまあそれで辞めて、うん、でその高校生の頭、高3の頭にあの曲をね、 YouTube に自分の曲をね、オリジナル曲ですって言ってね、うん、載せてみたら、そっからすごい東京から、いろんな話が、うん、なんか CD ここ置かせてもらえませんかだったりとか、うんうんうん、いつなんかライブ出てもらえませんかだったり、もうライブとかしたことなかったけどそうだったり、まあなんかこう音楽レーベルなんですけどとか、うん、いろんな話いただいて、うん、でそっからね、あの東京にね、あの東京のね、あのおばあちゃん違うの、俺は、うーん、 お母さん側の人間が東京の人で、はいはいはい、でそのおばあちゃん家に泊まりながらずっとその東京と福岡を、そう、もうある時は、まあ、某なんとか S のレーベルの方、うん、ある時は某 V のレーベルの方、うん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 、まあ、ある時は某 A のレーベルの方、もういろんなレーベルの方とにお金を出してもらいながら来て焼肉を毎日食べるっていう生活を18歳の時に、そう、最高じゃないですか、そう、もうすごい、もう行き来、福岡と行き来して、もう本当にね、1ヶ月に1回で2週間に1回下手したら行って、うん、毎日焼肉みたいな毎日焼肉
そうみたいな生活をしてて、でそれで東京、まあ、決め、まあ、こういう形でどうしたらまあ生活できるかっていうのもすごい、それで自分で考えていろいろな条件を、まあ、協力、いろんな人に協力してもらいながら環境ができた上で東京に出てきて、うん、あ、じゃあその時はその住んでるっていうよりかはもういる、どっちにもいるみたいな。そうそうそう、でそれで東京で家借りて住ませてもらって、うん、でそっから 1年、まあ、東京慣れてきたかなってぐらいの時にもうコロナがボーンですよ。ああ、そのぐらいの時期なんですね。そうなんですよ、僕の人生。そうか、そうなの。だ、僕が大学4年の時とかですね、うん、ちょうど4年の時にコロナ入っちゃったから、もう学校行く用事もなくなって、うん、ずっと暇で YouTube やってたみたいな。いやいや、俺もそういう発想もなかったんだよな。そう、なんか曲を作るモチベーションをキープしなきゃってすごい思ってて、うん、で、まあでも無理だよね普通に。だって俺がやりたい音楽ってさ、インターネットだけを通じた音楽じゃないからさ。そうですね。そう、いろんな人と巡り合ってさ、うん、そこで生まれるなんかこう奇跡みたいなことを探してるから、うんうん、人と会えない状況かっていう。いや、そうそうそう、お客さん声出せないし、いや普通に無理ですよねだ、僕はもうそこがすごい性に合ってたというか、うんうん、もう生き生きインターネットで完結して、で収録も全部リモートでありがとうみたいな、うん、打ち合わせもリモートで、ライブも無観客でみたいなのがすごい性に合って、もともとなんか大学の最初の頃とかも高校終わりぐらいからもうガチインディーズ、うんうんうん、もう一人で普通にブッキングライブ、変なブッキングライブとか出てやったりとか、それこそ路上ライブとかしてた時期もあるんですけど、うんうん、八王子駅とかでとかやってる中で、でもこれはあんま向いてないなみたいな、うん、出した時期に YouTube 始めたらコロナ禍ドカン入って、うんうんうん、オールの時代がやってきたみたいな感じだったから、そこもまた全然違いますね。だから本当に俺の青春が、東京での青春がもう最近2年ぐらいで始まっ、あ、1年ぐらい始まったなっていう感じですよ、うん、本当に本当に。今でもね、でも良かったなって思うのは、変な話だけど、うん、俺ライブほとんどしたことなかったから、あ、そういうのに憧れはあったけど、はいはいはい、その奪われたって感覚ではなかったんだよね。なるほどね。そう、うわ、あの日々を恋しいとかの日々がなかったから、うんうんうん、だからなんかこう、そんな無観客じゃできねえよみたいなのはなかった、とかもなかった、うん、だからまあ今からまあ作っていく感じというか、うんうんうん、そう、だからそれが良かったかなって今思えば。いや、僕もだってコロナ入ったおかげというか、そのコロナによって、まあ、どうしてもやりたい方向性が違くて失速しちゃってっていうバンドマンめちゃくちゃいたじゃないですか、まあ、いてね、うん、そこプラスその上に行こうとしてた人たちがちょっと停滞しちゃったのと、うん、まあそうだね、僕がコロナでドカンって上がったので、そのちょうどいい感じになって、本来喋れなかったであろう、本当はコロナなんかなかったがそれメガシンさんももちろんそうですけど、コロナとかなかったらもっと爆売れしてて、絶対喋れなかったような人と喋れるようになったっていうのが僕は良かったなって今思うんです。すごい、コロナ様々で、あの時期みんな売れないでくれてありがとうみたいな音楽流行ってなかった、流行ってなかった。でもさ、その名残まだあるよね、うん、その名残本当にまだあると思う。あると思います。あの音楽ね、全然流行ってない、うん、この世の中そうですね、マジで、うん、本当に。だって最近もなんかニュースで10代音楽離れみたいな、うん、マジでみたいな。そうですね、音楽が一番面白いのにねのはずなんですけどね、うん、音楽が一番面白いけどな、俺的には。大学とかも変なとこ行ったしな、僕は。それこそ高校の時に、僕もなんか進学校寄りだったんですよ。全然頭良くなかったんですけど、うん、自称進学校みたいなところ、うん、で、それこそ帝京グループだったんですよ。あの帝京大学、ああ、あのコンビニよく広告とか流れてる、うん、あれのグループで、その無試験で行けるんですよ、うん、帝京グループの高校通ってる子たちはある程度の平均のその成績を収めてれば無試験入学って、お金払って入れるみたいな制度があって、高校的にはその進学率を上げたいんですよ、進学校寄りだったん で、うん、でその僕美大行こうって途中で決めたから、うん、美大そのやっぱ知らない人からしたらすごい浪人するんでしょうみたいなイメージとかもあったし、でなんか高校内では高校自体が非常にレベルが低かったんですけど、高校内では多少成績取れてましたみたいな、まあ体育とか2だったんですけど、うん、だったからそのちゃんとした大学行ってくれみたいな感じで職員室で激詰めされたこと僕もありました、囲まれて、なんで美大行くんだみたいな、そんなとこに行くんだ。え、美大は何、ちゃんとした大学じゃないの。いや、なんか、なんだろうな、だって、でもあそこじゃ玉美でしょ。玉美ですけど、玉美なんていいじゃん。
なんかでも僕もその高3で急に美大っていうものに行ってみたいって急になったから、うんうんうん、玉美とか武蔵も知らなかったし、うん、なんか美術大があるんでしょみたいな感じで僕も決めたから、うんうんうん、私高校も別に美術科があるわけでもなければ、うん、美術部が強いとこでもなかったんで、うん、そのなんか美大ってなんかよくわかんない、そのなんか普通の大学じゃ勉強とかしない子が行くとこでしょみたいなニュアンスがやっぱどうしてもあってその当時高校の中 でもするよね、うん、めっちゃするよね美大って。するしない勉強勉強とか結構忙しくない、ちゃんとなんか結構、まあ、普通に忙しいは忙しい、まあ、でも僕も入ってみないと分かんなかったところは全然ありますけど、うん、そうだったから激詰めされたの今思い出しましたなんでだみたいな感じで、いや懐かしいなあの日時期はね本当に、うん、先生クソ嫌いだったからねマジで本当に、ね、うん、僕も高校の高3の後半はね行かなかったですね、うん、もうその大学の予備校の勉強が、うん、まあ、要は絵画だから油絵デッサンを描かないといけないし、うん、言うてその玉美とか そのテスト筆記試験とかってぶっちゃけ高校の勉強がそれなりできていればそんなに苦労しませんぐらいのレベル、うん、まあ、その油絵家だったんでそんなにめっちゃ賢くないと厳しいみたいな感じではなかったかだったんで、うん、その高校はあんま行かなくていいなみたいななってだから、うん、その前期のテストと後期のテストであるじゃないですか、うん、その前期のテストですごい頑張って、うん、もう高めの点数取っといてもう後期は見込み点で卒業するみたいなやってましたね。俺も1回だけねちゃんと勉強したことあるよ。本当ですか高1の時1回だけ高1の時に高1の時にそう、あ、でもこれも思い出したけど、うん、これも音楽やるにつながってる。お、俺が高1の時に、まあ、とりあえずなんかなんか人と違うことをやりたい絶対に、うん、普通のルートは絶対嫌だと思ってて、うんうん、ずっとで俺中3ぐらいの時にスケボーやってたの。うん、でもケツ痛いしもうやめよって。ケツが痛いんですかあれって。いやでもこけたら痛いじゃん。あ、こけたなんて。そう、もうそういうのがもう耐えきれないしそうだからやめて、もうでなんかこう、まあ、もう勉強しようかなみたいな。あ、逆に勉強得意だったし割と、うん、でなんかまあ、早稲田行こうみたいな、うん、社長になるために政経行って面白そう政治経済学部行って、あ、そう頭いいとこ出て、うん、社長とかやればなんかこうちょっとこう、そっか、違う人生というか、そんなにやってない時期だから、そう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 と思って。でも俺その県そのね地区3番目くらいの学校だったの、うん、高校が、うん、で1番目のとこでも、まあ、東京の有名な大学に行く人って結構、まあ、そんないなくて、いやだからそんなとこで一緒に勉強してても行けるわけないと思って、うん、俺学校めっちゃ休んで2ヶ月ぐらい休んで、すげえ休みましたね。え、序盤ですか。でそう、で天神ってそのさっき言ってた一番でかい町の、はい、今ドンキになってるところにスタバがあったの、うん、そこのスタバのあのカウンターの席で、うん、もう勉強、毎日その学校行かずに行かずに、でみんなは学校行ってるって思うから、うん、自分がしなかったらただの休みになっちゃうでしょ、うん、だからするの。変なの、行きゃいいのいや行っても何も学べないから学校なんてそんなことないけど何も学べないんだから、あんな国語のさ授業とかさ、うん、あんなをさやってさ定期テストのための勉強したって仕方ないじゃんまあまあまあその大学の入試関係ないじゃんまああんま関係ない時はありますね。いやそうそう、だからそんなんやったらもう自分のペースで自分ですっ飛ばして勉強した方がいいって、赤本とか解いてね。そう、それで俺一気にバーンって上位になったの、うんうんうん、成績がその校内のやつでもちゃんとその功を奏して、そうそういけるじゃんみたいな俺思って、うん、でそのお母さんに頼んで、うん、本来さ高2ぐらいでオープンキャンパスで行くんだけど、うん、俺高1で行きたいっつって、はやで行ったの、一人東京行かせてもらって行ったら、当たり前だけどめっちゃ人いんの当たり前だな。そう、当たり前だけど、え、でも俺2年間勉強から3年間ぐらい、うん、勉強して人と違うことがしたいっつって勉強してこんなめっちゃ人いるとこ行くのみたいな、おお、うん、そう思って、みんな来てんじゃんってなって、いやそうそう、こんないんのみたいな、うん、こんないたら全然唯一無二でもなんでもねえじゃんみたいな、人と違うことしようとしてたのに、そうそうそう、同じようなやついっぱいいるんかいって。そうそうそう、あそうで、みんななんかね賢そうだしこんなとこ行くのみたいな、うん、違うかもって思って勉強やめちゃったの。そうなんだ。そうで、それで何すんのってなってフラフラフラしてたら音楽やってみたいなと思ってる時にその先輩の、うん、その
話もあって、でそっからその先輩のちょっとパクリみたいなバンド見て、ちげえってなって、で俺たちも聴いてるしなみたいな、自分で書かなきゃって、そう自分で、そうか、うん、みんな勉強してんじゃんって思っちゃったんですね。いやそう、面白いなそれ。そうめっちゃ人いるじゃん。いる本当に、まあ、東京とかそれこそその大学があるようなところはねめちゃくちゃいますから、ね、あんまりワクワクしなかった。俺が好きなのは勉強じゃなくて、うん、なんかこう人生をなんかこう、うん、変えていくことなんだなと思って、うん、その講義のこうなんていうの、うわなんかこう博識高くてかっけーみたいななかったんだよね俺の中に。そうなんだ。うん、なんかなかった。へー、そう、うわなんかね頭いってかっけーみたいなのが俺はなくて、そっちじゃなかったんですね。そう違くてなんか違うなって思って、周りが勉強してなさそうな感じだったから俺は勉強しなきゃ、そうそうそう、俺で勉強してる俺かっけーみたいな、うん、で東京来てみたらみんなしてんじゃん。そうみんなしてるしその先生も頭良さそうじゃん当たり前だけど、まあ、まあもちろんね、そう教授ですから、ね、そうけど頭良さそうな人かっけーとなんなくてあんまり、はいはい、俺と違わなくなっちゃってんじゃんみたいななっちゃって、ね、うん、てか全然違うなって思った自分と、うんうん、そう目指してる方向が、そうで何なんだろうって思ってて、うん、じゃあよかったよね早めに行動して。じゃあ音楽じゃないパターンもあったかもしれないってことですもんね。いやないと思うよ。なんかその音楽が好きだったから音楽じゃないですか、うん、音楽じゃないものが仮にその時好きだったらその人と違う系っていうので音楽じゃないまた別のことしてた可能性も、いやかと思うけど、いやでも音楽やってって人生だと思うけどね、うん、結局なんかそう思う。なんか結構いやだから本当にいや未だにだからさその当時思ってたそのなんかピアノを弾かない弾け昔からやってたりとかしないと音楽家になれませんよみたいな、うんうんうん、っていうなんだろうなこう音楽家前としたことは俺はできないんだけど、うんうん、まあまあギターとか弾けるけどさ、うん、まあできるようになってきてるけど、でも、まあ、そういうもう圧倒的にこうなんていうんですかもう上手みたいな、はいはいはい、とかはないんだけど、いやでも結構天職だなって思うけどね、うん、俺は、うん、なんかやっぱ僕めっちゃちょいちょい言ってますけど、うん、メガシーさんの A 好きなんですよそれ俺ん家来た時も言ってて、ね、いやいや生で見たかったからその絵もね描いてほしいなって勝手に思ったら、うん、なんかインスタにね急にポッと上げ始めてた時期が、そう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 暇な時期、いやそうあれ好きなんだよな、なんかスパイダーマンの絵とか超いい、いやそうそうそう、あれ超いい絵ですよ、売れちゃったやつ、そうそう、あれあのねベランダが前の家は広かったんだよ、うん、そこでね、ベランダ高いですね、そう絵をね燃やしたりとかしてたんだよね、うん、あ燃やしてました、ね、そうそうそういうのがもうあとね音楽が好きなんだよな今、うん、音楽が特にいや本当に音楽が一番いい、うん、いや本当にいろんなだから絵も触れたしやってみて自分の感覚でこういろんなことやってみたけど、うん、もう音楽一番すごいよ本当に一番面白い音楽って本当にすごいから、だって音楽って意味わかんなくね意味わかんない、音を出して風景を想像させるんだよやばいでしょ、魔法でしょ、魔法だな、意味わかんないでしょ普通に、うん、しかもさあんなコンピューターでさ俺はさその DAW とか結構触れるからこうやってやるけど、うん、それパンってあるじゃん、うん、左右のそう前になってた音をさ左耳にこうやって持ってくる、意味わかんないじゃん、うん、あんなさ当たり前にキュッてやってるけどさ、まあ、確かにね意味わかんないから普通に、うん、すごいよ本当にいい話だ、いや DAW があってよかった、悲しいからこの世に DAW があって、いや本当にすごい意味わかんないから音楽、うん、あもう絶対会って行っちゃう、ね、僕もなんかゴッドタンって番組見て音楽始めたから、うん、マジ歌選手権、マジ歌選手権見て、だそれこそそのピアノやってる人じゃないと的なのが僕もあって、うん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 、音楽をやってきた人が音楽をしているみたいな、うんうんうん、こうイメージがずっとあったから、うん、でマジ歌ってその、まあ、音楽もちろん好きだけど音楽がメインじゃない人たちが芸人さんとかがと初期のマジ歌とか特に真剣に書いてきて真剣に歌う、うん、普段ミュージシャンじゃないけどみたいなのを見て、うん、あ誰でも音楽作っていいんだ、いやそうだよ、でめっちゃカルチャーショック受けて、うん、そっからあ俺も書こうって思って書き始めたっていうのが最初だったんで、いや俺みんなやった方がいいと思うよ、うん、音楽普通にそう、ね、だって俺のこのエピソード聞いててさ特別なことないじゃん、うん、やった俺がサチも好きってただけでさっきの話で言ったらまあまあね、みんながホーロック聞いてる時に俺だけサチも好きってたっていう話ぐらいしか差はないんだけど、うん、はいはいはい、
そうやった方がいい絶対音楽一番面白いし楽しいですからね。とりあえずギター買うの楽しいですからね、うん、いやそうそうそう一番面白いし僕も初めてアコギ買った日も面白すぎてでもその指が痛くなるじゃないですかうん、うん、こんなに楽しいのに指が痛くてできなくてすごい悲しかったみたいな時期とかもあったんで、うんうんうん、いやでもさよくさ音楽さ始める動機みたいなモテみたいなのあるじゃん。はいはいはい。いやモテないよね。モテない。音楽できても高1で軽音部入ってたんですよ。でその時は軽、うん、音部なんだ。軽音部なんですよ。そういう団体行動できるんだね。いやできなくて1年で解散したんですよちゃんと見出されてんだ。あのベースとバチ喧嘩して解散したりとかしてたんですけど、そのなんかほんと最初はそのオリジナル曲作りたいとか全くなく、うん、モテなきゃと思って中学校まで僕家庭科部とかだったから、うん、高1入って軽音部のライブ見てだいぶかましたね。モテなきゃと思って入って今に至るまでモテないと思って僕モテなさすぎてその高2の時に高1でまあバンドも解散して、まあ、軽音部入ってたんですけど、うん、なんか軽音部モテないぞって思ってもっとモテるにはどうしたらいいかって考えて、うん、もっと目立てばいいんだって思って、うん、演劇部も兼部してやってましたねでもモテなかったいやでも今モテてんじゃないの今ですか、うん、そう見えますすいやここら辺で大丈夫です。ここら辺でおりますか、はい、ここら辺でじゃあまた連絡します。はい遊びましょう。はいじゃあちょっと僕はここで、はい、お先に失礼します。じゃあまたなんか人も誘ったりとかしてなんか遊びましょうでじゃあお気をつけて。はいお気をつけて、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。もしもし、すいません、俺だよ俺。うん、あ、今急に困っちゃってさ、ちょっとタクシー呼びたいんだけどいいかな。あ、もしもし、あのもしよかったら今からタクシー呼んでもいいかなと思って電話したんですけど。そうですね、はい、今からなるはやでお願いしたいと思います。